お暇なら映画でも。すぐわの新作映画レビューさゆり。ということで、この夏恐怖が覚醒する進化系最強ホラー誕生ということで、白石浩二監督最新作さゆりですね。面白かったですねホラー映画に辛いスグアが言うんだから、もうこれはもうそういうことなんだと、いうことですよ。ですね、さゆり、面白かったです。いやー、良かったなというふうに思いました。2部作になっていて、この映画前半と後半で全く別の映画になるんですね。だ、その作りもすごく良かったですし、映画がね、あまりにも面白かったんで、僕映画見た後原作読んだんですね。原作を買って読んだんですけれども、まあ、正直ですね、原作よりも映画の方が良かったですね。これは本当に稀にね、映画業界に巻き起こるナイス改変ですよいやー、映画かなり原作から改変されてるんですけれども、もうナイス改変ですね。原作の弱い部分をしっかりと完璧に補っているなという感じがあって、まあテイストというかね、本筋は原作と同じような感じでいって、で原作の、まあ、弱い部分、足りない部分、もっとこうした方がっていう部分を映画では追加して改変して、まあ、仕上げたという感じがあると思います。まあ評価していいんじゃないかなと思いますね。ちょっとバカっぽい映画なんでちょっとバカっぽい映画で、結構メタ的な面白さなんですよね。その映画本来の面白さというのもまあもちろんあるんですけれども、ただその多少メタ的な面白さっていうところがあって、評価しづらいみたいなねところがあるかもしれませんけれども、まあそれをメタ的な部分も含めてですね、僕は非常に面白かったんじゃないかなというふうに思いました。ということで、この後は多少ネタバレ含みながらお話ししていこうというふうに思いますけれども、ホラー映画なんでネタバレ聞きたくないという方はもうここで終わりにしといて、とりあえずまあ見に行った方がいいんじゃないかなというふうに思います。見たいと思ってるならね。まあホラーなんでね、人を選ぶんであれですけれども、ホラー映画としてのホラー部分は、怖いと思います。まあ往年のホラーという感じがありますけれど、ホラー部分はね、しっかりと、それなりにちゃんと怖いホラーなんで、まあホラーを見に行くという感覚で見に行って、問題ない映画なんじゃないかなと思いますよ。ということで、この後はネタバレを含みながらお話しいたします。元気はつらつまんまん。ということで、さゆり、面白かったですねということで、まあ前半の部分ですね、ホラー部分というか、そこはかなり往年のホラー要素という感じがあって、脅かし方とかね、そういった部分がかなり使い古されたホラーの手法をとっているんですよね。まあもう昔からあるホラーの要素ですよ。暗いところからこう注目させて、観客にそこを注目させて、こうずっと心理的に怖いものが出てくるみたいな、そういった感じの昔からよくある J ホラーでも洋画でもよくある手法、これをずっとやっていて、怖いんですよ、そういった演出って。誰が見たって怖いんですけど、ただ真新しさは全くないわけですね。だから僕は見ながらですね、またこのパターンかというふうに思いながら見ていたんですね。なんかつまんねえなと。それは怖いのは当たり前なんだけど、それってその何のアイデアもなく、ただいつものあれやっときゃいいじゃんっていう怖さなんですね。要するに飼い主と仲の良かった犬が死ねば誰でも悲しむわけですよ。誰でも泣くんですね。観客が泣く映画作ろう、そうだ犬殺せばいいやっていうのと一緒で、そんな誰が見たって泣くに決まってんだけど、それって泣くけどさ違うじゃんっていう風に、まあ僕は思うわけですね。それと同じように今回のこのホラー部分っていうのは、最初のね前半のホラー部分っていうのは、そうすれば怖いのは重々承知だけど、それってもう使い古されたネタだし、また同じことやってんのみたいなね、そんな感じがあったんですね。だからその見てらんないことはないし、普通に見てて怖いですし、わーってなるんですけど、なんか飽き飽きしているみたいな、そんなところがあったんですね。だから多少ね、一番最初見た時は
あ、僕これ2回見たんですけど最初見た時はですね、またこれかよみたいな感じでね、ちょっと飽き飽きみたいな、がっかりみたいな、そんな感じで見ていたんですね。まあ普通のホラーに比べるとだいぶこの身内がバンバン死んでいくなというか、そんな感じもあってですね、その辺は多少新しいというか、そういった部分はあるんですけれども、子供も死んでいくしね、そのあたりで、まあ、思い切りがいい死に方ですねみたいな、死にっぷりですねみたいな、そんな感じはあったんですけれども、ただまあ普通だなと、30年前から一緒だなというふうに思いながら見ていたんですよ。そしたらなんとあーたあーた、ちょっとばあちゃんが覚醒してからが見物だぜみたいな感じになりましたね。いやー、ちょっとやられました。振りだったんですよ。前半のその30年前からある同じ手法のホラー描写、もうみんなが何十回も見たホラー描写は振りだったんですね。このいつものホラー、いつもの怖いホラー、よくみんなが知っているリングとか螺旋とか、呪音とか、そういうもう本当にド定番のいつものホラーを見せといてからの、それを振りに使って逆転していくっていう、この映画の作りはですね、素晴らしいなと、やられたなというふうに思いました。だからこのさゆりっていう映画はですね、ホラー映画をたくさん見ている人ほど多分面白いと感じるんじゃないかなというふうに思います。もう日本のねホラーをたくさん見て、またそれかよっていう、この飽き飽きしている感じがあってからの後半第2部の、まあ、幽霊に逆転していく感じ、幽霊を叩きのめしていく感じ、これがですね非常に面白いですねということでしたね。もう爽快でした。本当に面白かったその2部が始まって、ばあちゃんが覚醒してチャリーンってなって、こっから逆転だぜみたいななってったところからですね、もう目が離せなくなりましたね。お見それしましたと、疑ってすいませんでしたみたいなそんな感じでしたよ。まあこの元気はつらつのね、この合言葉、爆笑するわけですけれどもこのなんていうの、この男の主人公神木くんの役をやっている南出さんですか、彼ね、なんかそういうキャラじゃなさそうな顔だし、演技もそうなんですけど、そういうキャラじゃなさそうな感じなのにあんなこと言うんだみたいなところの面白さがまずあってよかったですねでこのヒロインの隅田役ですね、隅田ってずっと言ってましたよね、隅田役の近藤花さんが良かったですね。17歳なんだ、こびてない感じがすごく良かったですね。上手だったと思います。この隅田役に非常に合ってたなという感じがありましたね。まあ、原作も一応読んだんですけど、原作に比べて映画の方がそのさゆりの不幸になっていった原因っていうのがしっかりと描かれていって、さらにさゆりと対決していくこの過程においてですね、原作よりも映画の方が熱い展開というか、そういった感じがあるんですよね。やっぱ隅田の存在がでかいと思うんですけれども、だこのあたりの熱い展開、あとまあやっぱりこの合言葉もそうなんですけど、そこの緩急ですよね、ホラーと熱い展開と笑いのこの緩急がね非常に良かったなというふうに思いました。あとまあ結構残酷、このなんていうの、まあ、前半でバン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 家族が死んでいくっていうのもそうだし、後半でばあちゃんがね、相手家族をバン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 、まあ殺してはいない、殺したのもあったっけ、殺してはいないか、でもまあほぼ痛めつけてねもうどうしようもなくして、でさゆりがどんどん殺していくってことになるわけですけれども、まあ、その簡単に人を殺していく感じ、しかも痛そうにね、殺していく感じっていうのもね、良かったんじゃないかなというふうに思います。お化けだけど物理的に殺していくんで、そこの部分もねすごく良かったなと、痛そうだしね、良かったんじゃないかなと思いましたね。まあ、だからこの映画は本当にメタ的な要素が含まれていて、そのなんていうの、これまでのホラー映画というのが前提にあってのそれをぶち壊す面白さというところが、この作品にはあるんで、
そこが非常に良かったんですよね。だからこれまでのホラーがありきで作られているというところが、まあ、面白い点で、だからなんていうの、この映画単体だけだとちょっと弱いんですよ。これまでのこの J ホラーの歴史ありきのこの作品みたいなね、そんな感じがあってですね、この映画をもし万が一ですね、人生で初めて見るホラーとしてこれを見ると、いまいちこの面白さが多分伝わらないんですね。まあそれでも怖いと思うしだろうし、面白いと思うと思うんですけれども、これまでの積み重ね、 J ホラーのこのマンネリさ加減、もう焦点的なホラーというか、焦点とかサザエさんみたいなホラーがずっともうこう何十年あるわけですね。同じことの繰り返しをしていると、いつものホラーくださいみたいな、そんな感じがずっとここ何十年続いてきたんですけれども、それの変化パターンというところでこの映画は面白かったんだろうなというふうに思いました。いやー、久々にね、本当に日本のホラーで面白いなというふうに思いましたよ。ちょっと変化球ですけどね、変化球だけど良かったなというふうに思います。まあ、最後のね、あのさゆりからボワーっていろんな触手が出てくるところはもう完全にもののけ姫だしねこのなんていうの、なんだっけ、俺は隅田が好きだみたいな、いや隅田とやりたいみたいな、ずっと言ってて、私も神木くんが好きとか、あの辺のベタな青春ドラマみたいな、あの辺もまあこの作品だったらありですね。そのなんていうの、映画の前半が完全に、前半というかド頭ぐらいの最初の本当に30分ぐらいかなまでは、あのジュブナイルホラーという感じがあるんですよね。でそっから先ちょっとかなりグロいというか、簡単に人がバンバン殺されていくっていうところがあるんで、その辺はまあ往年のホラー感があって、ばあちゃん覚醒からは一気に話が変わってみたいな感じになって、最後なぜかジュブナイルホラーに戻るんですよね。その俺は隅田が好きだみたいな、私も神木くんが好きとか、急になんだよみたいな感じがあるんですけれど、まあその辺がその生きる生命力っていうことが死者にとっては一番の攻撃材料なのじゃみたいな、ばあちゃんのこの言葉があったんで、それをやってるということなんでしょうけれども、あの辺もね、まあ、見ててこっちが恥ずかしくなるような感じがあるんですけど、それはそれで、いいわけです。それもメタ的に面白いわけですね。だからとにかく面白かったです、さゆりはねいや良かったなというふうに思いました。ということでさゆり、久々の本当に当たり J ホラーです。いやー、よかったよかったという感じですよ。本当にね、満足です僕はということでした。お聞きくださいましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッター、インスタ、ティックトック、フォローよろしくお願いいたします。サブチャンネル、 LINE スタンプ、そしてメンバーシップ、すぐわの裏を知る者たち、こちらもぜひよろしくお願いいたします。その他何か連絡事項ありましたら概要欄に記載していますんで、ちょっと見てみてください。よろしくお願いします。ということで今回は新作映画レビューさゆりでした。じゃあ皆さんもね、最後あの合言葉で締めましょう。恥ずかしがらずに大きな声でね、叫んでくださいね。それでは皆さん行きましょう。元気はつらつ、おまんまん、なんで言わないの。